それではここで本日の主催者であります浜松市長鈴木康友から皆様にご挨拶を差し上げます。鈴木市長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。どうも。今日はあの戦国キャラクターフェスタということでですね、市内そして市外多くの皆さんにお集まりをいただきました。浜松市長の鈴木康友でございます。このものすごいコスプレで登場いたしましたけれども、皆さんご承知の通り、今日から NHK 大河ドラマ女城主直虎がスタートをいたします。そのドラマのスタートを記念して盛り上げるために、今回この戦国ご当地キャラクターフェスタを開催をさせていただきました。私の両脇にいるのはですね、出世大名家康君、昨年のゆるキャラグランプリでなんと日本一になったと、天下を取った家康君でございます。で、隣にいるのが今年の女城主直虎を盛り上げるために突如現れた出世法師直虎ちゃんでございます。この浜松が誇る2体のゆるキャラに加えまして、本日は徳川家や井伊家にゆかりの武田や今川やですね、真田や織田や、そうしたですね、数々のご当地の戦国キャラクターが登場してくれます。大いにですね、一同にここに返しましてですね、キャラクターの皆さんにこの直虎イヤースタートの日をですね、大いに盛り上げていただこうと、まあ、こういう趣向でございます。この後とても楽しいいろんなイベントがございますので、ぜひ皆さんお楽しみをいただきたいと思います。そして今浜松はですね、市を挙げてこの大河ドラマを盛り上げようということで、このトラック見てください。これ金色のあのナオトラックと純金ナオトラックって言うんですけどね、このトラックを全体をですね、ナオトラで一色で彩りまして、これからこのトラックがですね、全国を走りまして、浜松を、そして大河ドラマを PR をしていただくと、まあ、こういうことになっております。今回はこの舞台のトラックをですね、舞台として、使わせていただきました。そして今日はですね、キャラクターだけではなくて、それぞれのご当地のですね、さまざまな物産も来ているということで、それも合わせてお楽しみいただきたいというふうに思っています。そして後ろにあるあの、ふわふわでございますけども、直虎ちゃんのふわふわはなんと今日初お目見えということで、あちらの方もですね、お楽しみいただきたいと思います。そしてここから200メートルぐらい行ったところにですね、今日午前中オープンいたしました出世の館というですね、施設がオープンいたしました。これあの来週オープンします細江の大河ドラマ館と合わせて、浜松へお越しをいただきました観光客の皆さんをお迎えをする、まあ、そういう施設でございます。もちろん大河ドラマの PR も行っておりますけれども、出世の館ではですね、浜松が出世の町であるということですね、大いに PR するとともに、さまざまなグッズ、物産が販売をされております。またあの最新のですね、 VR バーチャルリアリティのですね、素晴らしい映像も見ることができますので、まあ、ぜひこの会場ともどもですね、出世の館の方にも、お出ましをいただければというふうに思っております。そして今日はあのいよいよ、BS では6時から、大河ドラマが放映をされますけれども、それに合わせてですね、夜には5時から5時15分からですね、パブリックビューイングも行われます。今日は本当にですね、このナオトレイヤースタートを祝って、さまざまなイベントが行われます。どうぞ皆さんこの一日をですね、大いにお楽しみをいただきたいというふうに思います。それでは本日皆さんに大いに楽しんでいただきますことと、大河ドラマの成功を心から記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。本日はご来場誠にありがとうございました。今まで超えてるよ。ありがとうございました。
鈴木市長ありがとうございました。出世の館も本日オープンということで、パワースポット浜松にあやかりたいですね。さあ、いよいよ本日から女上州直虎が放送開始ですね。さて、本日もイベントは、今も言いやすく直虎ちゃん、出てきてくれていますが、全国から戦国キャラクターのお友達がたくさん遊びに来てくれています。私も戦国時代が大好きなので、武将モチーフにしたキャラクターには特に、テンションが上がりますね。登場した際には声をかけたり、一緒に記念撮影をして、皆さん楽しんでくださいね。他にも戦国キャラクターご当地自慢の物産展、戦国甲冑試着体験や手裏剣体験もできる戦国コーナー、そして本日初お披露目となりました、直虎ちゃんふわふわと家康くんふわふわ、こちらもともにたくさんの奥様を待ち構えております。ぜひこの機会に遊んでいってください。それではこの後12時30分からは戦国キャラクター全員が集結するステージを予定しています。腹が減っては戦できぬと言いますが、今日は寒さを吹き飛ばす美味しい温かいグルメがたくさん屋台並んでおります。ステージのトラックの裏側に焼き芋、豚汁、ラーメン、ぐるぐるソーセージ、スイーツなどなど、ここでちょっとした腹ごしらえをして、ぜひ12時30分のステージ前に集合してください。お待ちしております。